お前。姉さん。
さあ、どこだよ、ここ。さあや、いるか。だいぶ下まで来たみたいね。あや。ったく、最悪のやつと一緒か。それはお互い様でしょ。 なんならここでさっきの続きを。それよりも、サーヤちゃん、妹たちを探すのが先じゃないの？カグラ。そうだ、サーヤはどこに？お前呼び捨て。決まりね。それじゃあ急ぎましょう。 ほんと便利な体ね。でも私はいらないわ。注意怠慢になりそうだね。お前にはやんねえ。キャーキャー逃げ回られなくて助かるぜ。閉じ込めて追い詰められて、あちらさんって。 こっちで合ってるんだろうな。私に聞かないでくれる？私だってこんな場所初めてよ。全然頼りになんねえな。さあやならこんな時ちゃんと。めんど。
次は手加減なしだ。本気で行く。城の地下にこんな空間があったなんて。結構な広さよ、ここ。この広さならどんなペットでも飼えるな。ちょっと、いくらなんでもこの広さじゃ持て余すわよ。そんな大きなペットがいるわけ。適材適所で行きましょう。潜る？まさかこの地下通路も浮いてるの？地面に潜られたら厄介だわ。潜る前に何とかしないと。次は私にやらせろよ。ちょ、幼い。いいかどけって。
カグラ！ったく、バカみたいなことしてるからよ。言っておくけど、助ける義理は。ああ、もう！それ以上はダメだって。何なの？回復したんじゃないの？なんだ？これ、体がちぎれそうだ。カグラ！こんなところでくたばるわけには。それがあんたの本当の姿なの？そうかそうか、アヤの血が私の体に入ってなんだか最高の気分だ。ヘイモー、タイムトゥリベンジ。次は手加減なしだ。本気で行く。崩すんだよ。出口がないなら作るのみ。